こんにちこんにちは。は。渋谷駅前本校事務局裏より日曜日の中の人がお届けしたいと思います。はい、では今回は弁理士講座の佐藤拓也先生を直撃したいと思います。先生、よよろろししくくおお願願いいいしたしまます。す。では早速なんですけれども、先生はまず弁理士試験を受験しようと思ったきっかけは何だったんですかね？もともと大学で司法試験の勉強をやってました。で、4年間、僕にいた学校っていうのは研究室っていうのがあるんですね。そこでずっと4年間ずっとやっていて、4年経って論文受からなかったらやめようと思っていたんですね。で、やっぱ4年経っても受からなかったので、そこから会社の訪問にこう回ったわけですね。その時たまたま自分の会社の、会社というか大学の OB の先輩に言われたのが、これからは知財をやりなさいって言われたんです。知財、で、それがきっかけですかね。この業界に入ったきっかけはそれです。じゃあそれ先輩に言われなかったらこの業界に入ってない可能性可が。能性というか、絶対そうでしょうね。知らないですから。人生って面白いですね。きっかそうけです何かね。わかんないですね。じゃあですね、続きなんですけれども、弁理士試験担当にまず受からないと先に進めないと思うんですけれども、これがまた狭き門だと思うんですね。で、先生はどのようにして受験生時代担当向き合ってましたか？僕は担当は基本的には苦手だったですね。で、前の待ってた試験、これは担当が得意というか、担当は通常に受かってましたんで、そんなに苦労した記憶はないんですね。だけど弁理士は細かいっていうか、細かいし、かつ理由がないし、またかつ本がないしっていうところがあったんで、自分でやっても限界があったんですね。だから3年間はほぼダメっていう感じですよね。で、それがある時、司法試験をやっていたこともあるんで、司法試験的に、論文的に解こうと思って解くようになってから、かなり点数が上がったっていうのが、担当式試験、この極意になるのかなって思います。論文的に解くことがきっかけとなってっていうことなんですね。わかりました。ありがとうございます。では次回はその論文ですね。論文、どのようにして先生は受験生時代に勉強されたかなどなどを伺っていきたいと思います。今よろし日はあく、りじがとゃあうごおざい願いましします。た。